エゴン・シーレ、エゴン・シーレ、エゴン・シーレ、1890年6月12日から1918年10月31日は、オーストリアの画家、エゴン・シーレとも、当時盛んであったグスタフ・クリムトラのウィーン分離派を、はじめとして象徴派、表現主義に影響を受けつつも、独自の絵画を追求した、強烈な個性を持つ画風に加え、 意図的にねじ曲げられたポーズの人物画を多数制作し、見る者に直感的な衝撃を与えるという作風から、表現主義の分野において論じられる場合が多い。オーストリア・ハンガリーの首都ウィーン近郊にあるに生まれる。父、アドルフ・シーレは、帝国鉄道の鉄道員として働き、後には駅長を務めている。母、マリア・ソークップ・シーレは、車ウアンデア・モレダウシ出身のチェコ系。 オーストリア人であった。シール家は北ドイツ出身でルター派教会牧師、管理、軍人、医者を排出した中産階級の家系である。鉄道技師だったソフルートビヒシール、1817から1862が、オーストリア北西部鉄道の布設に関わり、初代監督官に就任したことによって、オーストリアイコール、ハンガリー帝国に住むようになった。ローマカトリック教会が、 圧倒的なオーストリアにあって、少数派のルター派をオーストリア福音主義教会、ウクスブルク信仰国博派に属していた。なお、オーストリアでは19世紀後半以降、芸術、文学、建築等で、新京都の活躍が目立ち、彼もその集団の一人でもあった。幼少期にシーレは、初等教育を受けるために、クロスターイブルク市へ移住。そこで、美術担当の教員から、 早熟な才能を認められている。教師からの推薦を受けたことはシーレにとって大きな後押しとなった。15歳の時に父が梅毒で病没すると、おじレオポルドに引き取られた。おじはシーレが学業に励まないことに悩んだが、同時に芸術への強い興味に理解を示すなどシーレに愛情を持って接している。翌年にシーレはギムナジウムではなく、 職人としての訓練を受ける許会で16歳の時にグスタフ・クリムトと同じに学んだ。ただ異なったのはクリムトがそのまま職工として開業したのに対し、よりアカデミック色が強く純粋芸術を追求する場であったウィーンビアカデミーへさらに進学した点であった。ちなみにシーレが同アカデミーに入学した1九0年の翌年と翌々年には、 アドルフ・ヒトラーが同アカデミーを受験して不合格になっている。ヒトラーにとっては一生の先望となるウィーン美術アカデミーもシーレにとっては失望の場でしかなかった。保守的で時代錯誤な古典主義を継承するアカデミーに価値を感じなかったシーレはアデミーの授業から離れ代わりに工芸学校時代の先輩であるグスタフ・クリムトに弟子入りを志願した。 クリムトとシーレの作風は必ずしも同じ路線ではなかったが、クリムトは熱意ある後輩を大いに可愛がり、貧しいシーレがモデルを雇う代金を立て替えてやるなど、援助を惜しまなかった。またクリムトは自身の分離派をはじめとして、象徴派や表現主義など、新しい作風を模索する作家たちが組織したウィーン工房にシーレの入会を推薦した。 クリムとの全面的な援助にも助けられ、1908年には最初の個展を開いている。1909年、アカデミーを正式に対抗して、アカデミー教育と決別、同時にアカデミーを離脱した仲間たちと交流会、んンストグラップ、ノイクンストグルッペ、新たなる芸術の集いを設立した。本格的に独自の活動を開始した仕入れに衝撃を、 与えたのは分離派の源泉とも言えるフランス印象派の絵画展をクリトが開いた時のことであった。その展覧会で実物のフィンセント・ファン・ゴッホの作品を目の当たりにし、自らの芸術観に多大な影響を与えられた。また同じくゴッホの影響を受けたドイツ表現主義の画家たち、ヤント・オロップ、エドバルド・ムンクの絵画も展示され、彼らからも強い影響を受けた。 展覧会の刺激で創作意欲に駆られたシーレは精力的に試作を繰り返しアカデミーの制約を離れた自由な創作を繰り広げた人体に関する研究も単に人体構造を作品に反映させるだけでは明らしず性の部分などタブー視されていた部分を作品に取り込もうとした知や性行為など倫理的に避けられるテーマを むしろ強調するような作品を制作していった。裸体や性を描くこと自体は問題視される傾向が減りつつあったが、彼の描く表現は非常に過激だと受け取られた。しかしシーレは倫理的に問題視されるような描写もひるまず、作品へ用いていった。画風ではゴッホに代表される表現主義の躍動感ある描き方を好み、特にひまわりを称賛している。自らも、 ゴッホへの賛辞として、同じ構図のひまわりを作品として残している。また自らの少年が、ゴッホの種没源であることに、運命を感じていたという。1911年、シーレは、自らの裸体モデルを務めていた、蜂蜜色の金髪と青い目を持つ17歳の少女、バリのイゼル、本名オルバーガ・ニューゼル、1894から1917、と同棲を始めた。 彼女はクリムトから紹介されたモデルであるとも、街中で、シーレが声をかけたとも言われており、知り合った経緯は定かではない。親しい間柄となった二人は、ウィーンの喧騒を離れて、母方の故郷であるチェコのチェスキー・クルムロフ氏へ移住している。別段二人の関係は隠し立てされたものでもなかったが、シーレの母の一族が住んでいたにもかかわらず閉鎖的な、 田舎町は彼らを歓迎しなかった。というのも、シーレの家に娼婦などが出入りして、ヌードモデルをしていることを、近隣の住民が知るところとなったからで、やがて二人は、町から追い出されるようにして、ウィーン家へと舞い戻った。そして今度は、ウィーン近郊のにアトリエを開いて活動したが、下町の子供を誘い込んで絵のモデルにしたり、庭で女性モデルを裸にして、デッサンを描くなどしたため、 再び近隣住民から追い出されるように町を後にすることとなった。1912年4月、14歳の少女がシーレの家で人用を明かしたと警察に告げ、警察が逮捕のために踏み込むと、大量の猥褻な絵が見つかった。その後、シーレは24日間にわたって拘留されている。シーレ自身の手記によれば彼は家で少女に宿を貸しただけで、 何らやましいことはしていないと書き残している。しかし裁判所は、シーレの絵をわいせつ者として押収し、そればかりか裁判官の一人は、目の前にあったろうそくで絵を燃やすという不要な、挑発行為まで行ったという。1914年、ウィーンに戻ったシーレは、通りを挟んだ向かい側に住んでいた、中三階級職人の娘、ハルムス家のエーリトとアデーレ姉妹と知り合っていた。 シーレはどちらかと結婚することを考え、エーディトを選択した。シーレによれば、社会的に許される人間を選んだとしているが、実際のところは、エーディトとバリの両方を繋ぎ止めたいと考え、年に一回それぞれと二人で、バカンスに行くなどといった妥協案を二人に提示したが、そんなことが受け入れられるわけもなく、バリは二人の前から去った。そして、 ショックを受けたバリは二度とシーレの前に現れなかった。シーレはこの時の経験も絵画として描いている。その後バリは従軍看護婦としての訓練を受け、クロアチアに派遣されるも、1917年に23歳の若さで派遣先で病死した。1915年6月17日、ウィーン市の中心部、ドロテア通りにあるオーストリア福音主義教会アウクスブルク信仰。 告白派のルター派、シュタット教会で、エーディとハルムスとの結婚式が取り行われていい。花嫁、エーディとの父ヨハン・ハルムスは北ドイツ出身の、機械校のマイスターでルター派であった。カトリックが圧倒的であったウィーンにおいて、少数派のルター派教徒同士の結婚を選択していい。結婚は、ハルムス家の妹エーディとしたが、姉のアデーレとも親しかった。エディとの姉、 アデーレを下着姿のモデルにして作品、紫色の靴下を履いて座っている女、1917年を描いているが、その時期シーレと姉、アデーレの間には性的関係があった。結婚の3日後、第一次世界大戦が勃発すると24歳のシーレはオーストリアイコール、ハンガリー帝国軍に召集された。作品制作も中止に追い込まれたが、 結果として見ればこの出来事は、シーレの飛躍につなが結末となった。チェコ地方のプラハ中屯部隊に配属されたシーレが、上層部に画家として活動していることを説明すると、軍は芸術家を尊重して、シーレを前線勤務に就かせなかった。彼は主に後方のプラハで、捕虜収容所の監視を務めつつ、戦争という経験の中で、スケッチや作品の構想を続けることができた。 さらに1917年に首都ウィーンに転属すると作品制作を再開できるようになり温めていたアイデアの制作に打ち込んだ。1918年大戦も終わりに近づいた時にクリムトによる第49回ウィーン分離破展に50点以上の新作を一挙に公開。それまであまり知名度の高くなかったシーレの作品群は一躍注目を集めた。 シーレの絵の価格は上昇し、要望を受けて次々と絵の買取依頼が舞い込むようになった。画家としての大きな一歩を踏み出したシーレであったが、妻エーディトが対戦前後に流行していたスペインゼにかかり、シーレの子供を宿したまま10月28日に死去。シーレも同じ病に倒れ、妻の家族に看護されたが10月31日に亡くなった。シーレは 死の直前に A ビポのスケッチを残している。シーレの20代で創生した天才画家というイメージは1980年にジェーン・バーキンが主演した映画ビデオ放題エゴン・シーレ愛欲と陶水の日々で広く認知された。これ以外にもシーレを題材とした様々な芸術作品が制作されている。エゴン・シーレの名を冠した楽曲、ダンス、エッセイ、 小説などにシーレの作品やその人生がモチーフに引用された。作品群は故郷であるオーストリアのレオポルド国立美術館、チェコのシーレ記念美術館、ニューヨーク私立美術館など世界中の美術館に収蔵されている。ナチス時代にヒトラ政権によって大敗芸術展が開かれた際、ドイツ国内はもちろん占領地域からも シーレの作品が没収されるなど危機的な状態に置かれ戦争が終わった現在は作品変換についての議論がドイツ国内の美術館を相手に行われているシーレ以外にも略奪美術品についての変換に難色を示す場合が多い2010年オーストリア政府は1900万ドルでシーレの作品を買い戻す依頼をドイツ政府に言った現在 レオポルド国立美術館は最も多くの仕入れ作品を保管している。2011年に200点以上が存在する仕入れ作品の一つが資金調達のためにサザビーズへ委託されたが、オークション価格は4010万ドルまで高騰した。日本では1979年の開顧展がきっかけとなって展覧会や出版物で仕入れがたびたび紹介されるようになった。 シーレの生涯については2016年にもドイツ語版が映画化され、日本では2017年1月28日からエゴン・シーレ氏と乙女の放題で日本語の字幕付きで文化村ルシネマなどの映画館にてのぼされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。